皆さんこんにちは。バンクーバー留学センターです。バンクーバーは少しずつ日が長くなってきました。今年は3月12日からサマータイムが開始します。サマータイムが始まると日本とバンクーバーの時差は1時間縮まり16時間となります。サマータイムが始まる当日の午前2時に時計の針が1時間進みます。学校や仕事がある方は遅刻しないように気をつけましょう。ダウンタウンにあるカナダプレイスからは山頂に雪が積もったノースバンクーバーの綺麗な景色を眺めることができます。バンクーバーには3つのスキー場があり、毎年12月から4月上旬頃まではスキーヤーやスノーボーダーたちでにぎわいます。バンクーバーでは毎年1月から2月にかけてチョコレートフェスティバルが開催されます。2023年度は95カ所のカフェで合計145種類のさまざまなフレーバーのホットチョコレートを楽しむことができました。ダウンタウンのロブソンストリートにはスポーツアパレルブランドのアスレタが新しくオープンしました。アスレタはアメリカやカナダを中心に200店舗以上を展開しており、ヨガウェアをはじめさまざまなスポーツウェアが取り揃えられています。明るく広々とした店内でお買い物を楽しむことができます。またデンマンストリートの近くに93コーヒーというカフェがオープンしました。オムライスやカレーライス、ナポリタンなど日本の洋食を楽しむことができるカフェです。ぜひチェックしてみてください。また2023年度のワーキングホリデービザの抽選が順調に行われており、現在約2400人に招待レターが発行されています。定員は例年同様6500人となっておりますので、1年以内にワーキングホリデービザでの渡航を予定している方はお早めに抽選プールに登録いただくことをお勧めいたします。2月も雨季が続くバンクーバーですが、近場でスキーやスノボ、アイススケートなどのウィンタースポーツを楽しむこともできますので、この時期ならではの楽しみを見つけながらバンクーバーの冬を乗り越えましょう。弊社では皆様に安心して渡航いただけるよう、現地の最新情報を交えながら手数料無料でご留学のサポートをさせていただいておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。